先日第20話迷宮入りが公開されました。今回はストーリーに沿って分かりにくかった場面など補足を交えながら解説していこうと思います。なお先のネタバレは含んでおりませんので、アニメ勢の方も安心してご視聴ください。二人はラパンに到着しました。ラパンは大きな町です。町の周囲には巨大な白い柱が立ち並び町を取り囲んでいます。この柱はベヒーモスという巨大な魔物のあばら骨だそうです。ルーデウスも砂漠の旅の途中でベヒーモスを見かけていますね。100メートルサイズの巨大な魔物でした。ラパンの町はかつての英雄北神カールマン2世がベヒーモスを退治した土地に建てられています。ベヒーモスの死骸は放置され肉は周辺の魔物が食らいました。あばら骨だけが残りその中心に町が作られたのです。ベヒーモスの肉を食べたことで周辺の魔物は強くなり、その中のアリ系の魔物が巨大化し大きな巣を作りました。その巣が長い年月を経てダンジョンになったそうです。だからラパンは周辺に多くのダンジョンがあり迷宮都市と呼ばれるようになったんですね。もっとも魔物の生態には不明な点も多く、ダンジョンができるまでのお話は通説でしかないようですが、ダンジョンではマジックアイテムが見つかります。マジックアイテムは高く売れるので多くの冒険者が一攫千金を夢見て集まりました。冒険者が増えれば武器や食料が売れるので商人たちも集まります。こうしてラパンはベガリット大陸で有数の大都市になったんですね。まずはギースたちを探さなくてはいけません。日没まではまだ時間があるので冒険者ギルドに向かうことにしました。道行く人は商人が多くアラビア風の格好をしています。ルーデウスはきっと笛を吹いたら壺から蛇が出てくるんだろうななどと考えるのでした。ルーデウスのアラビアのイメージが安直ですね。冒険者ギルドが近づくと中央大陸風の格好の冒険者も増えてきます。ラパンには中央大陸からやってきた冒険者も数多くいるようです。みんな歴戦の戦士といった風格をしています。おそらくは全員が迷宮探索を専門にしている S ランク冒険者なのでしょうね。冒険者ギルドは巨大な岩をくり抜くようにして作られていました。おそらく魔術で作ったのでしょう。ルーデウスとエリナリーゼはパウロやギースの情報を集めようとします。しかしその前に聞いたことのある声が聞こえました。そちらを見ると見覚えのある猿顔の男がいます。ギースですね。ギースは何やら剣士風の男を勧誘しているようです。しかし断られてしまい悪態をついています。ルーデウスの記憶にあるギースはもっとひょうひょうとした人物で、断られて悪態をつくような人物ではありませんでした。今のギースの姿は追い詰められているように見えます。エリナリーゼがギースに声をかけるとギースは驚いたようです。ギースがルーデウスと出会うのはルーデウスが11歳の時以来です。アニメ1期14話ですね。ドルディア族の村で全裸で檻に入れられていたルーデウスは後から牢屋に放り込まれたギースと出会いました。ギースは先に牢屋に入れられていたルーデウスを先輩と呼び、2人の間には不思議な親近感が生まれています。今のルーデウスは16歳になりました。体も大きくなったのでギースの反応も当然ですね。先輩、新入りという当時のままのやり取りを交わし、ルーデウスは懐かしさを覚えるのでした。ギースが案内してくれることになり、ルーデウスたちはパウロの元へ向かいます。パウロに会う前にギースはエリナリーゼに伝えます。今のパウロは相当参っている。お前も言いたいことがあるだろうが今は抑えてくれ。その言葉にエリナリーゼは約束はできかねますと返事しています。エリナリーゼとパウロはかつて組んでいた冒険者パーティー、北狼の牙が解散した時に揉め事になり、それ以来顔を合わせていない状態です。エリナリーゼとパウロの間のわだかまりは解消されておらず、エリナリーゼはパウロを打滑のごとく嫌っています。アニメしか見ていない視聴者の方でも察しがつくでしょうが、原因は概ねパウロにあるようです。若かりし日のパウロはルーデウスが知っているパウロよりもさらにやんちゃだったようですね。ギースはルーデウスにも前のように喧嘩しないでくれとお願いしてきます。ルーデウスとパウロが前に会ったのはアニメ1期で大喧嘩した時です。1期16、17話ですね。最終的には和解しましたが、一度は殴り合いの大喧嘩になりました。その後は手紙のやり取りだけで直接顔を合わせたことはないんですね。現在のパウロは相当やばい状態のようです。ルーデウスから見たパウロは精神的に弱い人間です。何かあればすぐに落ち込んでしまいます。ルーデウスはギースの言葉に心の準備をするのでした。部屋に入るとパウロは机に突っ伏していました。傍らにはリーレが立っていて、ルーデウスを見て声を上げています。もう一人のこの人物はシェラですね。この後登場するベラの妹です。フィットア寮転移事件の時にパウロに助けられて以降、好意を持ち捜索団解散後もパウロの家族の捜索に協力してくれています。ちなみに経理担当として活躍しています。リーレは少し疲れているようです。ですがルーデウスと目が合うと表情を明るくするのでした。リーレに起こされたパウロが顔を上げます。パウロの顔には以前のような武将髭はなく、酒臭い匂いもしません。しかし目の下にはクマがあり、頬はげっそりとやつれています。追い詰められているんですね。
このパウロとの再会シーン、アニメと原作で少し違いがあります。原作でのパウロは最初目の前に現れたルディを夢だと思っていましたが、子供ができるという話をきっかけにいつもの調子を取り戻します。アニメでは割とすんなりルディを受け入れていますが、原作ではかなり驚いていて結構取り乱していたりします。アニメではカットされていましたが、パウロはルーデウスの一人称が俺に変わっているのに気づき、ルーデウスの成長を実感したようです。少し落ち着いてからパウロはエリナリーゼと向き合います。ピリピリとした雰囲気の中、パウロは土下座してエリナリーゼに謝り、エリナリーゼも謝罪を受け入れました。仲直りに成功したパウロはエリナリーゼに軽口を叩き、クリフのことを知ってエリナリーゼをからかっています。だいぶいつもの調子を取り戻したようですね。その後はゼニスの話に移ります。ギースが調べた情報によると、ゼニスは迷宮の奥に囚われているようです。分かっていることは、4年前にゼニスらしい人物がパーティーで迷宮に潜り帰ってきていないこと。ロキシーがキシリカにゼニスの情報を聞いたのが2年前で、その時にはまだゼニスが生きていたこと。現在のゼニスの状態がどうなっているのかは全くわからないこと。これだけしかありません。パウロたちはこの1年、迷宮にアタックしてゼニスを探していますが、手がかりは見つかっていないそうです。攻略も半分ほどしか進んでいないとか。話の途中でタルハンドが帰ってきます。タルハンドはパウロの昔の仲間の一人で、ドワーフの男性です。途中視線がルーデウスのお尻に行ってますね。ネタバレになるので詳細は割愛しますが、おそらく皆さんが想像している通りです。ちなみに彼もサキュバスに遭遇していますが、何ともなかったとか。もう一人はベラですね。以前会った時にビキニアーマーを身につけていた女性です。シェラの姉にあたります。ルーデウスがロキシーがいないことを不審に思うと、パウロが説明してくれました。ロキシーは1ヶ月前迷宮で罠にかかって行方不明になっているそうです。転移の罠にかかっただけなので、まだ迷宮内で生きている可能性はあります。ここのアニメ演出素晴らしいですね。どんどんみんなの声が聞こえなくなっていて、どれだけショックなのかが伝わってきます。ルーデウスがロキシーに魔術を習っていたのは3歳から5歳の間ですが、大変な時に彼を支えてくれたのはロキシーの存在です。いえ、パンツだったかもしれません。エリナリーゼが肩を叩いて正気に戻るの素敵ですね。彼女がルーデウスをしっかり見ているのがわかります。ルーデウスは最高のタイミングで到着したんですね。しかもルーデウスの幸運はそれだけではありません。パウロが挑んでいる迷宮は転移の迷宮と呼ばれているそうです。そしてルーデウスが持ってきた本のタイトルは転移の迷宮探索記です。転移の迷宮探索記はラノア魔法大学で転移事件について調べていたルーデウスがフィッツ先輩に紹介されて読んだ本です。転移魔術の研究は禁忌とされているため、転移について記された本は処分されるか、内容が塗りつぶされています。しかしこの本は転移の魔法陣について詳しく記されているのです。この本が単なる冒険物語だと思われたからなのかもしれませんね。この本はとある冒険者が転移の迷宮を攻略するために迷宮の各所に設置された転移魔法陣を調べた調査結果が記してあります。もっともこの本に描かれている迷宮がラパンの転移の迷宮であるとは限りません。ルーデウスが今回の旅にこの本を持ってきたのは、七星から教わった遺跡の転移魔法陣に何らかの不具合があった時のための対策でした。そのための本が関係ないところで役に立とうとしているわけです。ルーデウスにとっては思いがけない幸運ですね。ロキシーがピンチだと聞かされたルーデウスはすぐにも飛び出したくなりますが、ぐっとこらえます。ここで焦っては人神の言う後悔へとつながってしまう。慎重にならなくては。ルーデウスはまずパウロたちに転移の迷宮探索記を見てもらいます。実際に迷宮攻略に役立つのか確認してもらうためですね。本はギースが受け取り、内容を読み始めます。ギースはマッピングや罠の捜索といったスカウト的な役割を得意としています。本を読んだギースが声を上げました。彼はかなり興奮しているようです。本にはパウロたちがわからなかったことが全て書いてあります。どの魔法陣に乗るとどこに飛ばされるのか、乗っていい魔法陣とダメな魔法陣、まさに攻略本ですね。ちなみにパウロたちは現時点で3階層までしか到達できていません。その後は迷宮でのフォーメーションを相談します。迷宮に潜るのは全部で5人。タンク役のエリナリーゼ、サブアタッカーのパウロ、アタッカー兼ヒーラーにルーデウス、状況に応じてアタッカーにもタンクにもなるタルハンド。戦闘には参加しませんが、地図の確認や物資の運搬をギースが担当します。リーレをはじめとする他の人間は迷宮の外で待機です。方針が決定し、明日から迷宮へ挑むことになるのでした。最初の目標はロキシーが罠にかかった3階層です。その日の夜、ルーデウスはパウロとリーレと同じ部屋で休むことになりました。久しぶりに出会った家族を水入らずで過ごさせようというみんなの配慮ですね。とはいえルーデウスにとってはリーレは母親の一人というよりメイドの印象の方が強いようですが、リーレはルーデウスに愛車の様子を聞いてきます。実子である愛車がルーデウスに迷惑をかけていないか気になるようです。ノルンと仲が悪いことも理解しているので余計に気になるのでしょうね。ルーデウスが愛車はよくやってくれていると説明すると、リーレは安心したようです。パウロはルーデウスとリーレが会話している間、黙って様子を眺めていました。ルーデウスが大人になり、リーレと対等に話しているのが感慨深いようですね。パウロはルーデウスの結婚について聞いてきました。彼は魔法大学で結婚したことや、もうすぐ子供が生まれることをパウロに説明します。
シルフィーの話をしている時にリーレがほっとしているのがいいですよね。言葉は慎重に選びました。結婚して子供も生まれる、友達もできた。リューデウスの状況は順調です。家族が苦しんでる時に自分だけいい思いしやがって、そう叱責されることをルーデウスは覚悟していました。前回再会した時は魔大陸での冒険をわざと楽しそうに話したせいで大喧嘩になっていますからね。そんなルーデウスにパウロは頭を下げます。自分が不甲斐ないせいでルーデウスをこんなところまで呼び出してしまった。パウロはそう言ってルーデウスに謝罪するのでした。パウロにとってルーデウスはまだ11歳の頃のままだったんでしょうね。ルーデウスが成人して結婚までしたことがやっと実感できたわけです。さらに初孫がもうすぐ生まれると聞いて、パウロはまんざらでもなさそうな様子になるのでした。パウロの反応を見てリューデウスも緊張がほぐれた感じがしますね。ちなみにパウロもサキュバスに襲われたみたいです。その時はリーレが身を挺して事なきを得たんだとか。パウロはそれで自己嫌悪に陥っていますが、二人は夫婦なので良い気もしますよね。その後パウロはにやりと笑い、リューデウスにエロトークを振り始めます。リーレが下品だとたしなめますが、パウロは止めようとはしません。パウロはルーデウスとそういう話をしてみたかったようですね。ルーデウスの初体験について詳しく聞いてきます。パウロはルーデウスに会えて少し浮かれているようです。ルーデウスにも浮かれる気持ちはあります。ルーデウスはパウロと仲がいいですからね。基本的に同類なので気が合うのでしょう。親子というより仲のいい友人のようです。ルーデウスも話に乗ってリーダとパウロの話を聞きたがったりして、楽しい家族の夜は更けていくのでした。転移の迷宮の入り口は一見すると普通の洞窟のようでした。ルーデウスたちは前日に打ち合わせしたフォーメーションで洞窟に入ります。洞窟内は薄暗く、リューデウスは以前に七星からもらった召喚人で明かりの精霊を召喚して明かりにします。リューデウスはこの召喚人を複製して複数用意していて、パウロたちにも問題なく使えることは確認済みです。パウロたちは松明を持たなくて済むと喜びます。自慢の息子だからな、とパウロが嬉しそうにしていますが、お前は自慢の父親ではなさそうだがな、と軽口を叩き合っている様子から、国老の牙のメンバーは気の置けない間柄だということがよくわかりますね。ルーデウスたちはギースの先導で迷宮の第一階層を進みます。転移魔法陣はあちこちに設置されているようです。魔法陣は光を放っていますが、中には光らない転移罠もあるので注意が必要だとか。うっかり踏んでしまうとどこに飛ばされるかわかりませんね。厄介な迷宮です。ルーデウスたちはギースが進んだ後を注意深く進んでいきます。一階層に出る魔物はタランチュラ・デスロードです。大して強くはないらしく、パウロがあっさりと片付けています。パウロは2本の剣を使って戦うスタイルのようです。右手に持っているのは昔から使っている長剣で、左手には見覚えのない小剣を構えています。最も現状では右手の剣しか使っていませんが、パウロは雲を1匹片付けるたびリューデウスの方をチラ見して、俺かっこいいアピールをしてきます。この機会にリューデウスにいいところを見せたいのでしょうね。お父さんかっこいいと言われたくて仕方がないようです。そんなパウロをエリナリーゼが油断するなとたしなめます。軽い口論に発展しますが、エリナリーゼの言葉で雰囲気が一変します。今やパウロは私の息子同然。そのエリナリーゼの言葉をパウロは鼻で笑いますが、事情を聞いて愕然とします。ここアニメではさらっと流されていますが、原作ではしっかり事情を聞いています。シルフィーがエリナリーゼの孫である以上、シルフィーと結婚したルーデウスはエリナリーゼの義理の孫、ルーデウスの父親は義理の息子のようなものというわけですね。事情を初めて聞いたパウロは、あのエリナリーゼと家のつながりができたことにかなりのショックを受けるのでした。大量の敵を殲滅するときはルーデウスの出番です。しかしタルハンドから火の魔術は使わないようにアドバイスされました。洞窟やダンジョンで大規模な火魔術を使うと毒にやられてしまうそうです。一酸化炭素中毒のことでしょう。ドワーフであるタルハンドはそういった知識も持っているんですね。火魔術はダメ、土魔術も洞窟内の土を使いすぎると危険です。水魔術の場合も地中の水を使いすぎると地盤沈下が起こります。タルハンドに勧められた通り氷魔術を選択しました。上級水魔術のブリザードストーム。くしくもその魔術はロキシーも得意だったそうで、リューデウスは少し嬉しくなるのでした。先へ進むための転移魔法陣を選びながら、リューデウスたちは先に進みます。転移魔法陣については本との違いがないか入念に確かめていますね。今のところ本の記述に間違いはないようです。ちなみに雲の吐く糸を溶かす特別な薬品があるのですが、リューデウスはそれを見て、これって洗剤じゃねと考えていました。持って帰ったらシルフィーやアイシャが喜びそうですね。2階層も終盤に近づき、一行は休憩することにしました。交代で見張りをしながら少しの時間体力を回復させます。パウロも1階層ほどは余裕がないようですね。現状はルーデウスのおかげで戦力に余裕を持って進めていますが、パウロたちだけでは2階層でも厳しいそうです。ロキシーがいても3階層が限界だったとか。ちなみに休憩中は各自装備の点検を行っています。ルディもパウロに促されていましたが、遠距離から魔術を打っていただけなので見るべきところは少なかったりします。ギースによるとロキシーとは3階層ではぐれたそうです。本にはこの迷宮の転移陣は同階層にしか飛ばないと書かれています。つまりロキシーが飛ばされた先は3階層ということになります。
転移人によってはモンスターハウスに直行なので、ロキシーは死亡しているかもしれません。運よく生き残っていたらロキシーはどう行動するのか、2人でそれを考えます。ロキシーでも1人で3階層を移動するのは難しいそうです。つまり彼女はまだ3階層にいる可能性が高い。それが2人の結論です。ギースはルーデウスに、勘でいいからロキシーはどこにいると思う？と聞いてきます。この階層にロキシーがいる。そう考えると懐かしいロキシーの匂いを感じるような気がします。いや、気のせいじゃない。これはロキシーの匂い、ロキシーの気配だ。ルーデウスはこの階層にロキシーがいると確信するのでした。ここから物語は一時的にロキシーの視点で語られます。アニメだと省略されている部分が多いので原作ベースで解説していきます。ロキシーは現在転移の迷宮の3階層にある小部屋に閉じ込められています。人間が1人か2人しか入れないくらいに狭いその部屋は、魔物が入ってこれない安全地帯になっているようです。しかし部屋には出口がなく、ロキシーの目の前にある転移魔法陣は魔物の巣に繋がっています。ロキシーは1ヶ月前にドジを踏みました。戦闘中に攻撃を避けようとして転移の罠を踏んでしまったのです。転移した先は魔物の巣でした。大量の魔物を前にしたロキシーは魔術で殲滅しようとします。ルーデウスのような無詠唱魔術こそ使えないものの、ロキシーは詠唱短縮を使いこなす熟練の魔法使いです。迷宮探索の経験も豊富で、ソロで迷宮を踏破したこともあります。魔物の相手は慣れているんですね。しかし魔物は次から次へと湧いてきます。どうやら部屋の中にある転移の魔法陣から出てきているようです。泣きそうになりながら必死に戦うロキシーは一つの光明を発見します。部屋の中にある魔法陣のうち一つだけは魔物が湧いてこないのです。ロキシーは一か八かでその魔法陣に飛び込みます。転移した先が魔物のいない小部屋だったのは幸運でした。ロキシーはそこで休息を取り魔力を回復させます。水は魔法で出せますし、食料も持っています。回復したロキシーは脱出を試みますが、何度か転移すると魔物の巣に出てしまい、また小部屋に戻ってくる。ロキシーはそんな日々を繰り返していたのです。ロキシーの感覚で1ヶ月が経った頃、彼女は疲れ果てていました。体力は尽き果て、手持ちの食料ももうありません。ロキシーは死を意識します。きっと死体は発見されず、遺品も残らないだろう。何も残せないまま私は死ぬ。そう考えて恐怖に震えます。ロキシーも冒険者で多くの死を見てきました。しかし実際に自分が死に直面すると恐ろしくて仕方ありません。私はまだ何もしていない。まだしたいことがある。夢だってあるのだ。彼女の夢は教師になることです。ロキシーは教えることが好きでした。もっとも自分には教師としての才能はないと思っているようです。ロキシーの最初の生徒であるルーデウスは何も教えなくても無詠唱魔術を使いました。ルーデウスが優れた魔術師になったのは教え方が上手だったからではなく、もともとすごかったから。その証拠にルーデウスの次に魔術を教えたパックス・シーローンはろくに勉強しなかった。それがロキシーの考えです。パックスはアニメ1期19、20話に登場したザノバの弟ですね。パックスがまともに勉強をしない人間だったのはロキシーのせいではないと思うのですが、ちなみにルーデウスは教師としてのロキシーを神のごとく崇めています。二人ともロキシーが好きなのは変わらないのですが、正反対ですね。たとえ才能がなくてもロキシーは教師という仕事が好きなのです。この一件が終わったら魔法大学で教師になろう。ロキシーはそう考えていました。それに人並みの幸せというのも感じてみたい。好きな男と結婚して一緒に暮らして情熱的な夜を過ごすのだ。ロキシーは死を前にした状況でもこんなことを考えている自分に自重します。それでも死にたくないと思いながら脱出への一歩を踏み出すのでした。そして今まで通りロキシーは魔物の巣へと出てしまいます。魔物はロキシーと戦うことで学習し、ロキシーを逃がさないように行動してきました。ロキシーは魔物の動きに絶望しながらも必死に魔術で戦います。アースウォールを作って詠唱時間を確保し、水浸しにしてから全体を凍りつかせ、さらに大規模な魔術で倒しきる。かなり手慣れた戦い方です。タルハンドも言っていましたが、ロキシーは魔術師としては規格外。それでも無詠唱魔術を駆使するルーデウスと比べるとどうしても瞬発力に欠けるように見えますね。しかし魔物は次から次へと湧いて出て一向に数が減りません。ロキシーの魔力は減り続け、焦りが生まれます。ロキシーは打開策を考えながらひたすら魔物を倒します。しかしついに限界が訪れました。足元がふらつき、魔力が底をつこうとしています。死にたくないと思うと同時にこれまでの人生が浮かんできました。気づくと魔物が目の前に迫っています。死にたくない、誰か助けて、思わず声を出しながらロキシーは目をつむります。しかし死の瞬間は訪れません。不思議に思ったロキシーが目を開けると、そこは一面氷の世界でした。魔物たちは全て凍りついています。ロキシーが使うフロストノバとは段違いの威力です。混乱しているロキシーに声がかけられます。ああ、よかった。一人の青年が近づいてきました。青年の姿を見てロキシーの心臓が早金を打ち始めます。そこには彼女の理想の男性がいました。優しげな顔立ち、魔術師風のいでたちなのにがっしりとした体、全てがロキシーの理想そのままです。ついにロキシーとの再会。
約10年ぶりの再会に2人はどんな言葉を交わすのでしょうか。来週も楽しみですね。最新話解説いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。